モーリシャス島の地図モーリシャス島は、マダガスカルの東約9 0 0トルに位置する島。マスカリン諸島に属し、モーリシャス共和国の首都である。面積は2040平方キロメートル。年平均気温は24から29度である。インド洋の貴婦人と呼ばれる美しい自然を持ち、多くの観光客が訪れる。モーリシャス島は、火山島であるが地形は険しくなく、 比較的平らな島である。モーリシャスの地形は大きく海岸平野、中央高原、山地の3つに分かれるが、人口の多くは海岸平野か中央高原に居住する。中央高原は大地上でほぼ平らな地形であり、標高200メートル付近の海岸平野との境界線で県外をなす。最高峰はビトンドラプティとリビエールのアールで標高828メートル。 モーリシャス島は、なだらかな地形のための地が、面積の半分近くを占めるが、その多くでは、砂糖キビが栽培され、島の風景の特徴となっている。1505年に、ポルトガル人が発見したが、1638年に、オランダが植民を開始するまでは、無人島だった。島名は、オラニエ港、マウリッツファン・ナッサウにちなむ。オランダはこの島に、 砂糖キビと奴隷を持ち込んだが、植民地化の失敗によって1710年にオランダが撤退した後、1715年にフランスが植民を監視し、フランス島と名付けた。後の1814年、ナポレオン戦争の結果イギリスに割上され、島名はモーリシャス島へと解消されたが、イギリス人の移住が行われなかったので、 フランス人が引き続きこの島の支配階級となっていた。1835年には奴隷解放が行われ、砂糖キビプランテーションの不足する労働力を補うためにインドから多数の移民を招いたことで、1860年代以降等の最大民族はインド系となった。 モーリシャス共和国独立直前の1965年11月に、チャゴス諸島の住人約1200人が、モーリシャス島へ強制移住させられたことがある。もともと、ゴンドワナ大陸の一部だったので、特殊化した動物が目立つ。固有種は、コウモリが2種、ヘビ2種。かつては固有種である、飛べない鳥の堂々が生息していたが、 乱獲と開発によって1681年には絶滅してしまった。植物は外来種が多い。これは島を発見した後に持ち込まれたものである。ありがとうございます。